どうも、ボビーア・アトレザーのボビーです。ね、今日は十一月十一日、ね、七十一回目のですね、ライブ配信になります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。 ボボビーアトレザーのボビーーアレザのです、ねえー、今日は11月日日ですね、えー、今日何の日ですかね皆さんいろいろんか僕も調べてみたんですけどね、えー、まああのー、今日はですねベースの日っていうことですねお前からそれはもう認識してるんですけどねあの楽器のベースね、うん、であとこう一がこうなってるでしょだから、えー、面の日 ね、麺類の日ですかね、えー。後で僕もこの配信を終えてですね、えー、うどんかラーメンかを食べに <laughs> 行こうかなと思ってます。ね、そんな感じですね。はい、でまあ,あ、そうぞ、まあね、こ,こ,のこの番組はですね、えー、ボビーアドレザーの大阪のボビーアドレザーのアトリエからですね、えー、お届けしております。ね、はい、そ <laughs> んな感じでですね。えと、ー、ですね、えー、まあ。 今週はですね今日のテーマはーですねタイトルはですね「革ジャンにスタッツでカスタマイズ、ね」ってねずっとね、えー、この、まあ、10日余り、えー、今月入ってですねずっと革ジャンをですねお預かりしてですね、えー、ずっとスタッツをですね、えー、で装飾をしてたんですよねで、まあ、さっきもですねちょっとこうこのまあちょっと今日放送はちょっとあの遅れましたけども 配信時間がで、まあ、ちょっとずっとお電話をさせ、えー、て、ね、やり取りしたり、えー、してました。ね本当にえほんとに見てもらえるのが楽しみですね。うんまあ、こんな感じで、えー、こんな感じですね、えー、見えますかね、えー、こんな感じでびっしりですね、えー、<laughs> あのお夜な夜なというか朝から晩までですね日柄お借りして,てですね、えー ジャケットですねえ昨日夜中にですね、えー、ちょっとこの今撮影してるこのカメラとエクスプロスーズですね、えー、これですよ、ねえー、これですねでですね、えー、使ってですね、えー、パチパチ、えー、写真を撮っておりましたね でまあ、マクロレンズというレンズで、ね、先ほど撮ってみたんですけどねこんな感じですねあのドア,アップみたいな感じですけど、あのー、この今撮影してるカメラですね、えー、手ブレが手ブレ補正がついてるっていうことですね、えー、あのこのマクロレンズがですねいつもブレブレなんですけどね、えー、割とパキッとね映、えー、ってくれるんでね重宝してますけどね <laughs> でまあこんな感じでね、えー、びっしりみっしり ねえーえー、スタッツをです、ねえー、で装飾をさせてもらいました、やっぱかっこいいですね、うんあのー、こんな感じですね、あのステージで,です、ねえー、こう肩の周りがです、ね、こうキラっと輝くようにです、ねえーえー、埋め込ませていただきましたね、えー、非常にずっしりと来てますね、ここまで埋め込んだらですね。はいでね そんな感じでですね,、えー、今週ですね昨日はあのあの工具の話とかねさせてもらいましたけどね。うん、そんな感じで。うん、で今日はまあ面の日あとあそう、ね、プリッツとポッキー、ねえー、僕はあのプリッツが好きですね、えー。必ず新幹線に乗る時、ね、東京、まあ、最近、ね、ここ今年入ってそういえばあ新幹線乗ってないんちゃうかな。 しょっちゅう年に何回も置いてる割にはですね今年はまあこんなことで新幹線に乗ってないですね必ず、えー、プリッツをですね <laughs> 持っていきますねこうもう100%に近いぐらいプリッツですね <laughs> プリッツとおービール、ねそそのまあ、たまに、えー、ベビースタラーメンとかきの種を、ね、もうあの口の中がモそモそするような感じですね。 まあそれで移動してますけどね, <laughs> ねそんな感じで、えー、冗談なことも多いですけどもねまあこういう感じでですねあのー、こうえー、このねあのー、ジャケットのねこうお手伝いを,こうをさせてもらってですね、あのー、思いましたねあのー、あスタッツはスタッツってやっぱかっこいいなって実物みたいですごくかっこいいんですよ。うんね、あのー、あとまあねあのこの 喜んでいただければなと思いますしねええそこでですねえそれを羽織ってもらってですねえ絶叫してもらってですねでかいホールでねうんそれを心待ちにしますねもうあの願ってますねあのライブパフォーマンスをねでえそんな感じですねあそうそうで普段はですねあのこういう感じですねえハンドステッチのね革ジャンとかをですね作ってます ハンドステッチって言ったらですね革ひもをですね、えー、よちり合わせて、まあ、これもそう全部、まあ、僕がこの今ね羽織ってるのもそうですけどね何、えー、ですかミシンとかそういう工具はないんですけど、あのー、全部手仕事でですね革もひももですね、えー、カットしてで穴を開けて、えー、通していくっていう。 スタイルですねセブンティーズ70年代のね60年代70年代のですね、えー、ヒッピーカルチャーの頃ですねその時代ですね、えー、作ってまあ現代ではですねあのー、ほ,どほぼほぼこういうのをねカルチャーもね、あのー、だんだんこうあの作る方もいなくなったんでしょうね多分あのそれはもともとアメリカのとか、ね、の方ですけどもね。 まあ日本で、えー、何思ったかねこう僕はそれに心を打たれてですね、えー、レーザーの道をですね、えー、ずっとこのスタイルをですね、えー、続けてますけどねまあまあ続けるっていうことはですね非常に、えー、山あり谷ありいろいろあるジェットコースターのような毎日ですけどねだけど一つのことをですね続けることは大事やなとも思ったりもしますねいろんな方と会うたびにですねうん 特に海外の方からですね海外のやっぱ知名度もあるアーティストの方とかからですね「このスタイル続けろ」とか「君はなんてクレイジーなんだ」んかあのそれはいい意味での褒め言葉だと思うんですけどね「なんで君はクレイジーなんだ」って感じであの和訳をしたらそんな感じでねそのスタイルをずっと続けていってほしい。 その,そのままやり続けてほしい,っていうことです、ね、いいろんあの海外の方もう日本人の方はあまりですけど海外のね、あのー、レーザー作家シルバー作家さんとかあとおミュージシャンの方もそうですね、えーあのー、ちょっとこう人癖のあるような感じのね作品っていうかあスタイルの方特にそうなんですけどなんか。 あの光栄ですね僕はあの当時、えー、いろんな雑誌ねファッション雑誌とかでねとかあセレクトの、ね、いろんなそういう物品が載ってるようなね本とかに、えー、載ってるような方とかからねそういうふうなことをですねメールやら直接、まあ、たまたま LINE した時に会うて話し,したりとかした時にねそうやって言ってもらえて。 えー、ねえすごく心強かったなと思いますしであとまあこうやってあのこれをご覧になっている方とかでねにあのすごく気に入って頂い,いてですねあのなんていうのなすごくあのもう言葉っていうのはあ非常に何、えー、んですかね人を生かしもするし殺しもするっていうことはあるじゃないですかやっぱりそれで僕はもう本当に生かされてるなと思いますしね。 うん、その言葉で、まああの傷つくこともありますけどもね、うん、それでもお僕は良かったなっておいいなってお思ってくれる方のことをですね <laughs> 思ってね、えー、すごくあの幸せに思ってます。あのー、そうそうえー、っとこの間ねあの陸王の話したじゃないですか僕はあ好きな言葉でね 無駄,か無駄かもしれないけど無意味じゃないっていうね言葉でした、ね、そういうセリフでしたねそのセリフを聞いた時にですね、えー、心を揺さぶられましたねうん、うん、無駄なことかもしれないけど無意味じゃないいい言葉いいフレーズやなと思ってそれをね、あのー、夢を追ってね、えー、こう挫折しかかったあのね陸王のし主人がですね社長がですね息子さんでね えー、かけてもらっている言葉でしたね。僕はもうその当時のまだ再放送とかせえへんかなと思うし、そのツーとかないかなと思ったりもしますね。うん、皆さんとかね、あの夢中になったドラマはなんでしょうかね。またあのなんかアーカイブでもいいですから、こう書き込んでいただければあ嬉しいです。ね。あとまあ下町ロケットも好きでしたね。あのまあ僕はもうほとんどそのリアルタイムというよりもあのあのなんかこう 後おいで、うん、また『24』とか『ジャック・バワー』とか言ってる子は見てないし今も見てないですけどそろそろ『21』見てみたいなと思ったりとかね <laughs> そんなんですよマイブームの、えー、どっちかである人なんでね、うん、なん、ね、映画も最近行ってないしねあのー、見たいなと思いながらね、うん、まあ映画に行くとかやっぱりこう気持ちをね入力する時間 ね、頭を思考に入力する時間も必要ですからね、うんまあ、本を読んだり、ねまあ、ほとんど、ねまあ、制作してるばっかりの時間が大半なんでねだけどそれがあそれを生かすためにもですねいろいろ見聞きすることっていうのはあ心の栄養にもつながるかなと思ったりもしますし、えー、僕のこの作品を見てですね、えー、なんか刺激があったりとかインスピレーションを受けてもらえればなとも思います。 そういうふうになれば嬉しいですしね。はい。えー、今日はですね、そんな感じで,ですね、えーえー、お話し、なかなかお話ししてきました。で、えっとですね、えー、そうそう、今ね、えーこ、ね、僕のウェブサイトのショッピングサイトの方かな、のですね、これですね、あのー、ベースっていうショッピングサイトをですね、あの僕は使ってるんですけど、えー、それがですね、あのー、 えっと7月の7月じゃない <laughs> 11月の七日、まあ二、まあ、21日までね、えー、あとまだ10日ほどありますんでね、あのー、このキャンペーンをやってますね、あのーまあ、ハットとかのね、えー、とかキャスケットとか、えー、こちらからですね、あのーまあ、ベーシックなタイプのでしたら、あのー、ご予約可能ですのでねこの機会に、えーあのー、ご予約いただければなと思います。 だまああのー、なるべく早くねお届けできるようにね、えー、制作させていただきますんでね、えー、またご利用くださいねそれではこの石並びのこのねスペシャルな一日をですね、えー、楽しい一日をですね、えー、ハッピーにお過ごしいただければと思いますそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ